お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、こちら、親衛隊ディガボイでございます。はい。というわけで、今日はね、これを使っていこうと思うんですけど、まあね、今環境が変わったばっかで、いろんなね、まあテンプレと言われますか、いろんな強いデッキが開発されてるんですけど、まあそのね、うちの一つでもある、このね、ディガボイデッキを今日使っていくんですけど、まあ親衛隊がなんでって感じはあるかもしれないですけど、まあ親衛隊、今、まあ、ペッカトリトン。これめっちゃ流行ってます。あとは、スパーキートリトン入りデッキ。まあ、スパーキートリトン。まあ、流行ってます。まあ、あとは、なんだろうな。なんか思ったほどファルチがやっぱ流行ってない。なんかね、なんか射程が短すぎて、お前弱すぎだろうとか、いやでも強いみたいな色々言われてますけど。まあ、やっぱ、ファルチよりは結構ね、トリトン入りのデッキが増えてるっていう感じで、まあ、その流行りにもね、強いしっていうところの親衛隊だと思います。はい、ってなわけで、今日ね、トリトンが今、あと1枚で乾燥して、してるんですけど、今ね、緊急でね、クラにちょっと貼ったんですけど、ちょっとね、トリトンやっぱみんな欲しいみたいで、もらえないんで、今日今7勝って感じでいいところでもあるんでね、こちらぐらいちらやっていきたいと思います。あ、来た、ボロンさん、しかも、何？待って、2枚もいらない。いや、ボロンさん2枚もいらない。ちょっと待って。ボロンさんにちょっと、ここでね、ありがとうございます。というわけで、ここでね、まさかの動画内で親衛隊じゃないわ、トリトン完走しました。というわけで、あー、ちょっとね、僕、スターレベルはお気に入りのユニットにしかつけない主義なんで、はい、いきたいと思います。よし。てなわけで、まあ、シーズン終わってからね、マルチは一戦もやってなかったんで、久しぶりの、まあ、マルチにはなりますね。というわけで、よろしく。で、なんかね、環境やっぱトリトンが基本的に多くはなってきてるんですけど、まあ、マルチとかだと、やっぱね、ユニレベとかが関係してくるんで、トリトンどうなのって感じはありますけど、やっぱグラチャルとかね、そういうフレバトとかでは、今トリトンがめちゃくちゃ増えてるわけなんですけど、まあ、トリトンのメタってじゃあ何なのっていうところで、まあ、それが、なんだろう、まあ、マスケットとか、やっぱ射程が長いやつ、あ、でも、待って、それはファルチか。ファルチのメタがマスケットとか、あとは、待ってよ、トリトンのメタが、意外とね、そう、難しいと言いますか。その3コストで、その超遠距離で体力も高くて、っていうので、3コストっていうのがね、やっぱそのアドを取られにくいキャラみたいな、アーチャーみたいな感じですね。なんかお得に防衛できるカードがあんま存在しないみたいな感じなんで、メタっていうメタがね、やっぱそんなね、ないんで、それに勝つのが、やっぱりね、トリトンみたいな。トリトンに勝つのはトリトンって感じです。よいしょ。うい。これ走りますね。だから雪玉が外した。今、端前トリトンしたのは、相手がね、ライトニング打ってたんですよね、マスケットに。なんで、やっぱマスケットだけにライトニングは、たまにダメージ入っちゃうんで痛いんですけど、言うてね、その分エリアードが取れてるんでっていう判断の攻めトリトンですね。相手がゴレムかな？トリトンが優秀すぎて、もうゴレとかジャイとかメガナイトとか陸系全部このトリトンで、吸えちゃうんでね、逆サイとか持っていったり、とか筋肉起動もできたりするんで、よいしょ。意外と、後衛さえね、うまく溶かせればっていうところで、まあ、この後衛も全部ポイズンで焼けるし、みたいな。ここはディガー飛ばして削っておきます。トリトン出さなくても、このね、親衛隊だけでゴーレムが解けるっていう、まあ、事件ですね。しかもこれ、ディガープラス親衛隊で逆サイ入るっていうね。よいしょ。で、このベビドラは、まあ、相手ターゲット取ってから、よいしょ、コウモリ出して、カウンターに、ね、繋げるイメージですね。まあ、ディガー回ってないんで。よいしょ。ここはもうポイズン打っちゃいますね。さすがにダークネクロとアイスウィザー溶かせるのはでかいんで。で、多分、この位置かな？あ、もう一個左かな？もう一個左にトリトン出したら、多分ゴールも逆サイに、あ、持っていけたわ。で、ここはね、こういうしっかり親衛隊とか、で、ターゲット取って、このマスケット生かしてあげます。よいしょ、あとは右側に、こうユニット流しつつ、左側ね、この後衛がちょっと厄介なんで、マスケットも出して、よいしょ、ゴース一発、これも、ポイ圏内ですね。ポイ圏内なんで、左側もプレッシャーかけてあげます。よいしょ。まあ、トリトンはね、基本的に防衛専用カードみたいなところあるんですけど、その攻めでもね、意外とね、活躍するんでね、まあ3コストっていうので、よいしょ。まあグッドゲームっていった感じで、結構ね、親衛隊、マスケ出して、親衛隊出してとか、親衛隊出してコウモリ出してって、
セパもしやすいデッキなんでね、結構使いやすいんじゃないかなと思ってますね。はい、まあデッキパワーがあるってやつですね。なんかトリトンが思ってるより射程長くて HP 高くて、なんかいろんなところからユニット引っ張ってきてごちゃ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 になるっていうのがすごい今のね、その、まあ、結構新環境になってやり込んでる人は思ってるかもしれないんですけど、なんかねそういうごちゃごちゃも全部ポイズンで処理したりとか親衛隊でね受けれたりするんで、その子がすごいね強いんじゃないかなと思いますね。ってなわけで、まあ、親衛隊ね初っ端からセパはねあまりやりたくない、まあやりたくない、やってダメってわけじゃないんですけど、ちょっとこれあれだな、ユーナワンチャン入っちゃう。あ、早速来ましたねペッカ。これ左側カウンターにもディガー飛ばして、よいしょ、これをこれね、あのダメージ受けずにね、よいしょ、これがトリトンの強いところっす。よいしょ、ワンチャンババが1体、ババが1体あっち行っちゃうんですけど、トリトンの HP 高いんでこのまま多分そうゴーストとかもね受けてくれますね。 HP が高すぎるんですよね。ライトニングを耐えるっていうのも結構えげついところですね。これポイズン使ったから普通に親衛隊後ろから流したりもしていいと思いますね。ポイズン使ってなくてもまあしていいんですけど、よいしょ、まあどうせすることないんで親衛隊でも流しておきますか。はい、ってなわけで来ました。もうね、相手もさすがにペッカだと思うんで、この親衛隊のね突破が難しいところでありますね。はい、ってなわけでコウモリセパします。セパセパからの、まあどっちかにディガー飛ばしとけば安牌で、こういうエレキも多分トリトンで引っ張れますね。あ、お前じゃねえけど、まあいいやでこう引っ張ることによってこのね親衛隊が刺さる。でこう右側もね刺さってますね。いやマジでなんかね作業みたいなところありますね。でこれも火力が高いんでね、火力というよりはまあ HP か、トリトンは。よいしょ、こう雪ダム打ってゴーストが消えてダメージも稼ぐ。はいはいはい、いい感じですね。これまた、よいしょ、このマスケは、まあ、一発ぐらいなんで、まあ、受けてもいいですね。受けて今度ね僕の流れを作っていきます。で地味に今変な発音だった地味にあの回転範囲でねこのデッキ、よいしょ、でセパしてからの、まあ、あのペッカは、まあ、正直ねもう親衛隊が何とかしてくれると思うんで、この間に逆サイをね結構防えます。するとこれまたね親衛隊回ってきます。親衛隊回ってくるんで守れます。よいしょ、で左が結構来てるからワンチャン左を4にしてもよかったかもしれないんですけど、あ、でこれなんですけど、このね工場ババがやっぱ走ってくるんですけど、これをこのねトリトンでよいしょーって引っ張るともうこれだけで防衛できます。あとはトリトンの HP が高いんでまだ働いてくれるかな。よいしょ、はい、しっかり働いてもらいます。トリトンにはこう真ん中の辺にやっぱね置くのが大事で、そうすることによって引っ張った時に逆サイのタワーからもねダメージ与えてくれるんで、ね、それだけでね結構防衛できますねっていう感じ。今結構攻められたんですけどもう余裕でね守れちゃいますね。ってなわけでこのペッカメタですね、ペッカメタです。結構なペッカメタで、今ディガポイのデッキとかも意外と少ないんであんま見ないですね。なんかまあメガナイトディガポイとか、そうメガナイトも流行ってますね。なんかメガナイトの弱点が結構ね、あのゴーレムとかジャイとかああいう硬い系なんですよね。やっぱその範囲攻撃のぼちぼちダメージのメガナイトなんで結構硬い系に弱かったんですけど、メガナイトあのゴボウリと一緒でトリトン結構そういうねなんか硬いのもね、なんだろうに対して強いって言いますか、まあ、ジャイとかこれキング起動できますし、まあ、北部とかラムライダーもね全部ねトリトンで止まっちゃうっていうので陸をね基本全部メタれます。ペッカも一発受けれますなんで、真ん中にペッカもこの辺出しトリトン出してあげてペッカ引っ張ったら真ん中両サイドからダメージ受けてスケとかあるとね、まあ、このデッキにはないんですけどスケとかあるとまたねペッカトリトンと1コスだけで守れたりで、うまくトリトン延命したらその後衛もまたトリトンで処理できるみたいな感じになるんでね、トリトンは、まあ、今んとこね、まあ、ぶっ壊れですねファルチぶっ壊れやん言われてたんですけど、ファルチゴミ雑魚でしたねゴミ雑魚って言い方表現悪いかもしんないんですけど結構弱いっすね今んとこだと、まあ、弱いっていうのか、まあめっちゃ弱いわけではないかもしんないんですけど、やっぱ使いにくいっていうのが、ね、ありますね。でもフォノスだとあのみかんさんはファルチェも気に入ってるんでねあの人は
なんかハルチェ、俺らがこう弱いって言っても、いやハルチェはね強いって言う結構ね言ってるんでね、まあね、リーグでももしかしたらミカさんが使うかもしれないですね。これだとディガーで何か来たらポイズン打ちたいな。ネクロがちょっと厄介ですね。範囲攻撃でバルキリーネクロマスケッティアでしたね。まあここはゴーストプラスの、おーおーおお、これちょっとあれだな、トリトンで多分ロイシャイ逆サイ、ああでもこれあれか、スケがいっぱいいて、お待って待って、ちょっと待って、これあの聞いてください、多分トリトンの位置が僕もう一個右だったらトリトンじゃなくてロイシャイ逆サイ持ってきてたんですよね。痛い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 、あでもあのミスったトリトンがタワーにねダメージ稼いでやつ1900っていう、まあディガポイなんでね気持ち 1-0 で勝ちたくて、まあ 2-1 でもいいんですけど気持ちね2-0 で勝ちたい。で問題がやっぱあのネクロですね。あのネクロがやっぱ厄介ですね。でバルキリーもいるんで範囲攻撃ソメソメデッキなんですよ、ね、相手がこれトリトンでねワンチャンネクロ引っ張れねえかなっていう。オッケー引っ張れる。うわファイブザップで処理される。まあ、ザップ使ったから後ろからコウモリ流して、よしもう一回後ろから侵入たい。やばい待って痛い痛い痛い危ない。いやこれな削れないからワンチャン、なんか奇跡のトリトンで大逆転したいんですよね僕的には。いやー待てよ焦るな、全然参る。オッケーオッケー、あそこ処理したで、ここも待って攻めトリトンでマスケット処理しつつ、オッケーオッケーオッケー、おーなんかめっちゃ出てくる、ほい延命して、オッケーオッケー、ある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 、全然ある全然ある。でここでもうロイジェは多分耐えるから、オッケーオッケー、耐える耐える、ういあ待ってやばい、あやばい、うんこれ耐える、すごい変な声出たけど、待ってファイブザップで終わっちゃうんだよな。あ待って外したやんけ、ちょ待ってやばいやばい待って、うわーこれはね終わったくさいっすね。ファイブウッドザップで、あこれはねこれはちょっとね、あしょっぱらね、ロイジェイをロイジェイもあの逆サイに持っていけるんですよ。トリトンを橋前ちょっとね、訓練でね、多分見せた方が早いと思うんですけど、このロイジェイね、トリトンがないんですね。トリトンがないんで、ちょっと回して、まあ、橋から、まあ、2マスのところですね。トリトン来いよ。トリトン。そう、ゴーレムとかも普通にね、結構逆サイドの辺に出してあげると、ピッて逆サイに引っ張ってくれるんですね。なんで、ここですね、ここの橋から、1、2マスのところですね。多分2マスだったと思います。2マスのところにこう出してあげると、ちょうどね、端からロイが来ると、ピュッて引っ張って逆サイ持っていけますね。なんで、まあね、相手がロイじゃ端っこに出したならば、もう1マス内側とかにしてあげると、多分大丈夫だと思います。なんで、ロイじゃとかも全部ね、陸系は逆サイに持っていけるんで、まあそこはね、ちょっと結構ぶっ壊れな部分だなと思います。というわけで、最後ね、負けちゃったんですけど、まあ、言うてね、バルキリーネクロはね、まあ、勝てないこともなかったんですけど、はい。ちょっと負けちゃいました。てなわけで、こちらですね。ぜひぜひ。なんか、セパっとけば、なんとかなるべきです。僕多分、ロイフグとかアウトローとかでいつもセパするんですけど、多分、セパカードが大好きなのかなと思います。はい。まあね、ぜひ、トリトンレベルない方は、そうですね。もう、頑張って、トリトンのレベル上げてください。では、よければね、チャンネル登録と高評価の方も、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。